じっとしないといけないっていうのは、なんか動けんのかな。あ、動けた。あ、うわやば、途中でこれ動いたら。はいどうもこんにちは、こんばんは、ライです。というわけで今回こちらの暗闇で耐久するだけのゲーム、こちらのゲームやっていきたいと思います。なんか本当に暗闇の中でただ待つ、耐久するだけのゲームっていうことなんで、ちょっと結末気になったんで早速やっていきたいと思います。それでは早速スタート。このゲームを遊んでいただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんか水の音するね。あなたはこれからタイマーがゼロになるまで動いてはいけません。タイマーがゼロ、それが何分ぐらいなんだろう。精神的に辛いと思いますが頑張ってください。精神と時の部屋、15分、結構長いね。もはやもうどうしよう、携帯いじってるみたいな感じになっちゃうけど、なんか本当にこれ15分、じっとしないといけないっていうのは、なんか動けんのかな。あ、動けた。あ、うわやば、途中でこれ動いたら。なるほど、そういうことか。もう一回やろう。本当に動いちゃいけないんだね。じゃあ分かった、じゃあちょっと動かず待ってみますね。なんか起きるかな、何が起きるかな、何が起きるかな、何が起きるかな。テンテレテン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 、一生水の音が聞こえてるだけなんだよな、本当に。いやマジこれさ、みんなにも15分見せようかな。絶対やっちゃダメだろうけど、みんなに同じ気持ちを味わわせて。なかなか虚しいぞこの時間は。でもね、15分もあるとね、何を喋れるかなってちょっといろいろ考えるんだけどさ、意外と何もないんだよね。ただ本当に暗闇でただ耐えるっていうだけで。おー、びっくりした。何の音、ノック、誰かノックしてる。でも本当に動いちゃいけないから、もう今何も触ってない状態で、マウスもキーボードも何も触ってないんで、本当に今動かさないようにしてます。あ、音閉じた。え、待って、音が2つになったんだけど、めっちゃ怖いなこれ。待ってる間の時間、音ずっと聞いてるけどさ、めっちゃ怖いわ。今のところまだ音が増えただけで特に何もないんだよね。でちょっとね、今回暗闇でやるゲーム、暗闇で耐久するだけのゲームってことで、ちょっと今パソコン以外のね電気を全部消して、家のね、家の電気を全部消して、で今なんと19時にやってます。こんだけ暗ければもう俺も暗闇で耐久したってことになるでしょって思って。おお、なんか割れる音した。何、びっくりした。え、何、もうなんかだんだん怖いんだけど、てかどんどん暗くなってない、今気づいたけど。何億年ボタン、なんか2億年5億年5億年ボタンみたいなのって、要はこういうことだよね。何もない空間で腹減ることもなければ疲れることもないみたいな世界で、要はこんな感じのことなのかな。でも俺まだいいのかな。さあもう半分は過ぎてるところなんで、あと半分だね。ちょっと頑張ろう。え、何、ついにもう真っ暗になった。本当に真っ暗になった。え、マジ何近づいてきてんのかマジでわかんねえ、怖すぎるこれ。お、またやっぱいた。え、何、2つ増えたぞ一気に。3つ、4つ、え、何、どんどん人増えるやん。人なのかすらもわかんねえけど、やばい、もういろんなところからあっちゃこっちゃでもう扉が開いてる音する。扉なのかもちょっとわかんないけど、あと2分、あと2分切った。とりあえずあと1分半だ、マジで頼む。音聞いてるだけでも結構怖いんよこれ、ほんまに。これマジみんなやってみてほしいわ。15分、さあ残り1分切るぞ。何が起きる、これで1分です。あ、何も起きなかったけど、もうずっとこの扉の音もずっと聞こえてるだけになってるね。来い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 、早く終われ早く終われ早く終われ。さあ最後には何が起きるんだこれで。3、2、1、さあこれでどうだ。以上でゲームクリアです。お疲れ様でした。あ、え、何？あー、なるほど。本当に暗闇で耐久するだけだった。はい、というわけで今回こちらの暗闇で耐久するだけのゲーム、こちらのゲームやってきました。なんか最後怖いことが起きるのかなって思ってちょっとやったんだけど、そんなこともなかったね。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。